シームズ。はい。あれから日数が経ちまして、さっきですね、ちょうど、陣痛が始まりましたと出ましたので、月光浴とか、月光浴とか星を眺めるがあるんだね。病院でね、赤ちゃんを産んでもらおうかなと思います。はい。それでは、行ってもらいましょう。とても今、不快になっちゃってるんですが、多分、体調が、子供関係のことで悪いのかなと思うんですが、病院に行ってもらいましょう。その方が安全だからね。はい。もう行った途端に赤ちゃんが生まれるので、コナー君寝ている間に、まあ、パパになるということですね。おめでとう。あ、今回も男の子ですね。こっちがまた変わってますので、名字をココナッツに直しましょうね。はい、ココナッツにしました。じゃ、名前はランダムで、ココナッツ、イースト、オースティン、イーサン、オリバー、ナオキ、ケビン、マッシュ、ジョセフ、ツヨシ。ココナッツツヨシ。ココナッツツヨシか。なんか普通っぽくていいね。じゃあ、ココナッツツヨシくんにしようかな。バグ、あ、え？女の子が生まれている。え、双子？双子なんてあんの？双子なの？なんてこった。なんてこった。これは大変なことになりそうだ。しかも女の子と男の子の、いいね。双子ですね。で、ココナッツ、ツヨシにしたから、そうね、ゾーイ、ガブリ、なんか日本人っぽい、めぐみちゃんでいいかな？じゃ、ココナッツめぐみとココナッツツヨシのコンビでいきましょうか。めぐつよコンビで。あ、いきなり増えたー いきなりめちゃめちゃ増えましたね。二つか。うわー、ってことですぐにすぐにすぐに、救世主、シッターさんに来てもらわなければならないので、シッターさんを雇います。電話だね。で、ベイビーちゃんどこだ？ベイビーちゃんは、ここにも、っていうか、この置き方よ、これ。この置き方ね。ちょっと待って、だったらばちょっとちゃんと置かなきゃダメだね。双子かー。まさか双子ができるとは。いや、嬉しいんだけどさ、もう大変だろうなって思うんだよね。しかも重いし。そうね、じゃあ、どうしようかな、部屋。ただちょっとこれ重すぎちゃって、ちゃんと動いてくれないのが困るところなんですけども、こうなると、あ、戻るかな？あ、戻った。一旦セーブして、うんぬんとかやらなきゃダメになっちゃうんだよね。さあ、そしたら、ちょっと二人もいるので、もうこのピアノを一回売りましてですね、ここを赤ちゃん部屋にするのが一番いいかな。今壁があるんだけれども、目が届くように、今こんな感じになってるんだけども、ちょっとね、壁をね、ぶち抜きまして、まあ、リビングの一部にしちゃおうかな。こうして、ドン。はい、これでいいね。そして、扉はついてるから、この扉を、まあ、取っちゃう。あ、このドアが残るんだよ。ドアじゃない、壁ね。その方がいいよね。リビング広めで、子供に目が届くようにしておきましょう。トイレ丸見えだけど。そしたら、この床はこれ子供部屋っぽくないので、いや、二人か。大変そう。これでシッターさん二人雇えるとかないのかな？そういうふうにはならないのかな？じゃあね、まあ、ピンクかな？やっぱりね。まあ、ピンクにしておきましょう。間違えた。ピンクにして、まあ、明るい感じ。一人男の子だけど、まあ、床ぐらいピンクでいいね。ピンクにしておいてからの、まず大事、移動しましょう。なんだろう。乳母車の、跡が結構ね、大変だったりもするんだけど、また部屋改造はちょっと大事なんですが、で、ここにもう一人いますので、こういう風に置いとけば、後ろからでも前からでも、ね、ちゃんと入れると思うし、それでも、子供グッズは、ここに、まあ、子供部屋ここ確定ですね。はい。二人で使ってもらいましょう。まあ、二段ベッドが、必要になってくるかもしれない。大きいね。置けないんだ。
こっちにすれば OK のかな？一体全体これ何なのかなって未だによくわかってないんだよね。そういったここ置いてみて、ここなら入るの。あ、これなら入るんだ。結構場所取るなぁ。で、ここ置けないもんね。ちょっと嫌だな、これ。これ一旦、外に置いといて、で、このおもちゃをここにしまっておいて、育児優先ですからね。はい、こんな感じにしておきましょうか。で、照明なんだけど、子供部屋の、なんか可愛いさ、照明。あ、これ。この飾りを。一度も使ったことない、この飾り。なんかブラブラってさ、ブラブラ系ないの？ブラブラ系。ブラブラ系、ないな。あ、これか。これを、こう、この辺に。これぶつけないよね、頭ね。よくわかんないけど。まあ、これで、いいんじゃない？こうやってブラブラして遊ぶと。ね。人が通れなかったら撤去しますけど。はい。そして、ぬいぐるみも、ここに移動させておけば、みんなハッピーですね。あとはないよね。よし、いい感じでございます。さあ、子供部屋完成しました。まあ、ざっくりですけどね。はい、ここでちょっと、この乳母車の時代は、ここで過ごしてもらおうかなと思います。トイレも近いしね。よし、オッケー。さあ、双子ちゃんが出ましたので、こっから忙しい。てか、猫ちゃん当分後かな、ちょっと。これは。うん、早速泣いてるもんね。まあ、来てくれたけど、もう猫ちゃんがちょっとね、二人になっちゃったので、森を与えて、まあ、トイレもやっとこうかな。おむつを取り替えましょう。ここがね、もう多分これ以上増えるとめちゃめちゃ小さくなっちゃうので、まあ、残念ながらあとですね。そうそう、あとね、お気づきの方、今の一瞬でいらっしゃったらすごいなと思うんですけど、はい。メイドさんが変わりました。うん。あのね、ずーっと、最後ここに死神がいてね、レイラちゃんが亡くなっちゃって終わったと思うんだけども、あのね、レイラちゃんが亡くなった後も、ずっとここに死神さんがいてね、死神さんがいるとどうも、なんかやっぱりちょっとおかしくなるんだよね。で、その状態でここら辺でね、ミワサ死んじゃったんですよ。うん。ただまだ落ち込んでるはず彼は。そうね。ミワサが死んじゃって、で、この辺にわーってね、人が集まってきて、で、ただ、この死神がね、ここにいた死神が何にも動いてもくれなくて、ずーっと固まってるまんまでね、そのまま、月日が流れまして。はい。で、なんとね、私知らなかったんだけど、人がね、死んじゃってる時って、セーブできないのよ。そう。セーブできないので、ゲームもセーブできず、ただそれを私ね、ずっと、知らずにやってて、早く美和さん、反応してくれないかなみたいな感じで、数日、2、3日かな。ずっとそのままにしてたんだけど、結局そのデータを消すという。はい。消して、まだいる。消して、まだいる。消すってゲームやめるってことね。入り直すってことかな。いる。で、ミワさんまた死ぬみたいなのずっと繰り返してて、結局、何回か連続でガチャガチャやって、やっとね、死神さん消えてくれて、新しい死神さんが、ミワさんを、空にね、お迎えしてくれるという、ことで落ち着いたの。